Hana A, Kikamashimasu, A Kyuchi, Bring it on down.よー、相方場は今に見てやろう。何でもやってやるぜ、ただやろう。好きは最高の原動力やな。否定からは何も始まらへんで。はい、どうも、イキです。今日はですね、ついにやってきましたね。やってきました。清水一輝特イベント一騎打ち北海道の陣です。ドーン。というわけで、今日はね、北海道の札幌にある同心ホールにやってまいりました。どうですか、ゆうへいくん。でかすぎるし、綺麗すぎるし。せっかく、北海道に来たということで、今回も一騎打ちのランと同様に、一騎打ちのトークイベントの模様をね、ちょっと皆さんにお届けしようかなと思っております。この一騎打ちのイベントは何かと言いますと、僕普段役者をやってて誰かを演じてるんで、なかなか自分の思いというものを話す機会がない中で、3年前から僕が尊敬するゲストをお呼びして前向きな発信をしていくというトークイベントをやっております。でですね、去年はプロボクシングのライセンスを取りまして、アスリートの変と題してプロ野球のね、僕の同世代の尊敬している2人をお呼びしたんですけども、今年も同世代の2人をゲストにお呼びして開催することとなりました。というわけで、早速そのゲストの方たちに会いに来たいと思います。はい、というわけでゲストの西川遥選手と石川慎吾選手でーす。行きましたね。行きまっかお。いや、はい、知らんから、ね、YouTube の掛け声で何かに行く前に行きまっかおって言ったら、龍平がドスまっかおって返してくれて企画に入る。俺も分からへん、それ結局何なのこれは。いや、意味はもう言わへんっていう、あれを考えてほしいっていう、その皆さん。ないんやで、これ勢いやな。というわけで、一騎打ちトークイベントに3年連続で同世代のね、尊敬してる2人が出てくれてるわけですけど、初めて北海道と大阪やるじゃないですか。どうですか、ドスマッコ。いや、ちゃうでしょ、キーマッコ。いや、ちゃうでしょ全然話聞いてなかった。話聞いて。いや、今言うタイミングちゃうねん。それはもう後でやるから。北海道でやるじゃないですか、初めてね。だから、どんな気持ちですか。慣れ死んだし、慣れ親しんだ地でね、こうやって生きた特徴的に嬉しい。こんなことが起こると、こんなことが起こるとは、本当にもう野球見てこう2人からエネルギーもらってるんで、慎吾はどうですか。特にないです。おいちょっと育った地やろ。もともと住んでた北海道、久々です。どうですか、久々の北海道。寒いね。寒いやっぱ。そんな変わらない進化の気がしやしてくる。でも雪がないこの時期のさ、ほんまさね、タクシー乗った時にさ、着いて、雪全然ないなって言ったら、タクシーのお兄ちゃんが、札幌行ったら行こしょが終わってるよって、着いたら、あっ全然ないやん。この時期にね、大変な時期なんですけど、しっかりと海鮮、海鮮茶は。海鮮ね。北海道から。面白い。行きますよ。とりあえず今日から北海道のシーン始まりますけど、はい、今回引き続き、大阪行って、東京行って、まだ早いね。出てんねん。行きまっか、出てもうてんねん。やりたいまっか。やりたいまっか。さらにですね、今回のイベントのために、シンゴも大好きで、有名な FR2、はい、パッキラビッツのコラボ、パーカー、やばくないですか、このコラボ。オセロやったら色変わらなかったね。白じゃないから分かりづらいね。ちょっと練習やね、二人は。練習なんだ。何色やもん。お前らと見えてる色違う。なんでやねん。パッキンネイセイヤーといって、もう否定から何も始まらへんぞっていうのをね、伝えていってるイベントなんで、そういうオリジナルのコラボパーカーを使わせていただきました。出てんねん、まだ。ホッサが出てんねん、ホッサが。もう、早やりたいちゃうねん。とりあえず、ここから一騎打ちやるので、皆さん、ぜひ遊びに来てください。じゃあ、行きます。ここから一緒に行きまっかを。さらに、どうしまっか。それでは行きます。いきまっかお、ドスマッカオ。やらへんのかよ。出えへんし、なんか、ブレーブレー言ってるし。どっちかなって、手が。ずっと右手震えとったやん。なんでここまで震えてんのよ、こっちでね。やるまっか。はい。OK でーす。編集大変や。始まりました、いよいよ。いきたいと思います。いきまっか。いや。どうぞ。
にお疲れ様でした。無事に北海道の陣終わりましたけど、どうでしたか？北海道で重くなったな。いや俺春樹の話めちゃめちゃ感動したわ。思い入れがちょっと強すぎたな。いや北海道ラストやし、うん、イベントがね、はいはいはい、喋れるところが、うん、いやでもちょっと食ってきたもん、うん、やっぱこう報道陣の前で喋るべきではないことだから、うんうん、はい、現にねファンに向けてこうやって喋れるっていう。泣いてる人めっちゃおったで。いたね。そう、春樹がやってる時に見られへんかったんだ俺。うそ、うん、なんか良かった。北海道でもできて無事に笑いあり感動あり、笑いあり感動ありでした。ここからまたね、まだちょっと状況わかんないですけど、そう、大阪と東京が残ってるので、それもすごいみんな楽しみにしてるから、無事に開催できるように僕も前向きに頑張りますので、大阪ともはいよろしくお願いします。というわけで、まだチケットの方ね、大阪と東京もありますので、まあ、感染対策とすごく敏感にやりながら敏感に何でそう言ってますか。行きますじゃん。いろんな人怒ってくれるとにかくね、お会いできる方は楽しみにしてますので、一騎打ち2020北海道のシーン無事に終演ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。行きまっかよ。すまっかなんて、人間何も言わへんの。